やっす、えい、さっきぶりです。お疲れ様です。お疲れ様です。こんばんは。おいすすすおいすすすすす。まあ巷では、エベ祭りやってます。チラチラ見ながら、質疑応答編やっていこうと。どうよ、おい、どうだよ、おい、新しい靴どうだよ、おい、ありがとうございます。え、なにこれ、パワハラかな。パワハラかもしれない。何かが決まった。今回はちょっとお財布が俺のグッズじゃ、俺のグッズじゃ、お前のお財布緩められなかったか。それやったら申し訳ない。ちょっと質問があったので一応答えておくと、今までのグッズでも6000円以上でノベルティのグッズってとうとうってつくんですか。つきます。つかないわけないだろ。それせこくない。それするのずるいだろ。つけるよ。うん、20時になる前に買ったらトートじゃなくてマスクになるんですけど、マスクは現状手に入れる方法ないだろう。俺もしかして何買ってもマスクつけるようになってた、もしかして。ねえ、香水再販分には、マスク継続でつけるわ。まだコロナ収まってねえし、つけることしたわ。マジマジ頑張るよお兄ちゃん。マジ頑張るよ。マジ頑張るけどさ、マジ頑張るけどさ、量買ってもらわないと俺あれなんだけど、あのあれになってる、あの牛丼屋みたいになってる。牛丼屋状況になってる。やばい。ありがとうございます。香水作る。8時にオープンするんで見てもらったらいいかなと思います。ちょっと俺もまだ把握しきれてないです。今回のパジャマは何歳まで着ていいと思いますか。どうしよう。パジャマ買う予定の人みんな今いくつ、コメントして。買う予定、だそうです。20歳前後な。年齢層結構上がってきてるな。俺ら年おじちゃんおばちゃんになっちゃう。やっぱりどんぐらい何々ってどのぐらいまでありますかとか、そういうのは俺もわからないことだし、何とも言えないじゃん。どんぐらい出るかとかってわかんないけど、一応香水が前回出して、1日とかで2日とかで全部なくなったんだっけ。でそっから緩やかになっていったのよ。そうだっけ。あ、そうだったな。うわ、そうだったわ。3分だわ。3分とか2分とかだったわ。だから今回はその数の、まあものにもよりますけど、まあ、2倍から4倍入れてます。それでさ、いやいやいや、3分だったら4倍のでも12分じゃんっていう、その考え方やめてね。違うから。最初めっちゃみんなおうわつ、よし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 ってみんな買うだけだから大丈夫だと思います。
スマホケースの素材は PU レザーってやつですまあそのプラスチックとかじゃないからちょっと気をつけて使わないといけない。でもそれってさ、 iPhone 結構雑に使ってる人はあのちょっと気をつけた方がいいぐらいかな。パーカーとかって売り切れても再販しますか？パーカーとかって売り切れても再販しますか？基本的にグッズは売り切らさないように頑張ってるんだけど、そのどうしてもあのミニマムの関係上とかでそうなっちゃう、売り切れちゃうことあるけど、基本的に切らさないように善処します。頑張ります。靴下のサイズはフリース、あの多分女性向けのフリーです。ちなみに決してよ、俺のあれなわけじゃないよ、俺が足ちっちゃいわけじゃないけど、俺は入りました普通に。ツイッターの告知のやつに載せてたやつは出ないんですか？いや、あれはその以前皆さんに聞いたところ、今夏でしょって、届くの夏届かれても困るよって言われたんで、ちょっと時期ずらして出します。あれもあれで可愛いっすよ。全体像まだ皆さん見てないと思いますけど、トートバッグのレジ袋、レギ袋になってました。レジスターって調べてみてください。パジャマ再販ありますか？パジャマはまあ結構大丈夫だと思ってるけどな。言ってパジャマ言ってさ、スマホとか買いやすいけどパジャマ買いづらいだろ。ちょっとお母さんとかに相談した？お母さんに、パパママに相談した？怒られた？してない？いや、もう怒られないの？怒られないの？自分のお金で買うからいいの？俺らそういう年齢じゃないって。ごめん。大人になっちまったな、お前も。まあ大人の楽しみですよね、それが。まあ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 ちなみに半袖の方のパジャマ結構丈短いっす。ズボン見たらわかると思うけど、これでも着て気になるあの子を落としたらいいんじゃないでしょうか。皆さん間接的にその場に俺もいるから、それまたいいんじゃないでしょうか。危ないそれもまたいいんじゃないでしょうかになったわ。危ない。靴下ってさ、俺一応さ学校履いてけんの？あれって、あれさ、俺さめっちゃ悩んだんだけど、靴下って基本ワンポイントまでじゃない？あ、ツーポイント入ってるけどいけんの？どうなの？あれ2歩でしょって言われない？ワンポ？あれワンポ？ギリワンポ？余裕？あー、オッケーオッケーオッケー。あれはワンポ。オッケー。それならオッケー。いや、それならよかったわ、マジで。俺のおすすめ、スマホケースは頑張ったよ。取り寄せて、頑張ってガッチャンコさせたよ。で、スマホケースの、あ、言ってなかったわ。スマホケースのさ、やつ、一応、モデルのやつのサイズ、あれのサイズは、
iPhone12 です。12であんな感じって覚えといて。だから基本的にあのハンドルのサイズって変わんないじゃん、リングっぽいやつ。だからなんとかマックスみたいな感じででかいのになったら、その分左右の余白ちょっとだけ開くから、そこだけ分かっといて。そこは言われてももうどうしようもない部分だから。スマホケースのリングのところに定期挟めそうだなと思ったんですけど、挟めますか？挟めます。挟めるけど外れると思うよ、普通にカパッて開くから。普通に基本的にあのなんかさ、普通のスマホリングってうざいじゃん。なんか手にさ、なんかなんこれってなる部分あるじゃん、モコって。それがないやつがいいなと思ったから、基本リングにしか使えないと思ってくれ。本当にそれが今回はないって感じです。12ミニもあるの？12ミニはないです、残念。ミニはない。ミニってついてるやつ全部ない。どまい。ミニの要望が多かったら製造考えますか？考えません。あの工場にミニの型がないです。どんまい。なんかミニあれなんだって、あのちょい干され気味なんだって。あんまりあれなんですよねって言ってたよ。そうなんか結構型いろんなところでもないらしい、12ミニは。なんか俺がミニだけ作らないみたいな意地悪しないだろ。普通にしないしない、そんなことしない。 AR ありますか？そうだよね、俺ちゃんとそうだよね。ねえ、なんで俺、ねえみんな聞いて、ちょっとめんどくさくなってる自分がいるんだけど、って8時になって見りゃわかるじゃんってなってる俺が。俺の悪いとこ出てるわ。言っていきます。iPhone XS サイズ、これ今言ってんのあるやつね。 iPhone XS Max サイズ、 iPhone XR サイズ、 iPhone11 サイズ、 iPhone11 Pro サイズ、 iPhone11 Pro Max サイズ、 iPhone SE かっこ2世代、 iPhone7、 iPhone8 サイズ、iPhone12 サイズ、 iPhone12 Pro サイズ、 iPhone12 Pro Max サイズ、以上です。ちなみにだけど、今他の人のグッズとかでさ、 SE とかさ、 iPhone7 とか iPhone8 とか対応してるやつある？めちゃくちゃさ渋られたんだよね。って、そんなあれ意味ありますかみたいな。いやいるんですって、ってかわいそうじゃないですかって。でもさ、まあ普通のさ、あの人たちってさ、例えばヒカキンさんみたいなさ、あの iPhone すごい好きで常に新しいの使ってますじゃないじゃん。俺も言って11だけど、俺多分1個か2個ぐらい置いて買えるからさ、まあなんかそれは3個4個買えない人もいるからさ、まあ、一応その人たちにも手に取ってもらえたらなと思っているんですよね。ただ発想が多分済んだ頃から1、2ヶ月したら、あ、多分新しい iPhone 出るっていう。地獄なんだけど、新しい iPhone のやつも作んないといけない。13か、まあ13出たらまあサイズにもよるけど作るかな。というかなんか俺 iPhone ケースってさ初めて出すじゃん、なるせせっかくならもう一個やってみたいなっていうのがあって、今そっちも作ってるから、なんかほどほどにあのこれはやっていこうかなと思う。せっかくならなんかこれはオタクじゃない感じで出せるじゃん、普通に。例えば
渋谷に行きますとか言ってもこのあれで行けるじゃん。じゃなくてなんかそのちゃんとオタクオタクしたやつも出してあげようかな。そういうの好きな子もいるなと思って、次はちょっとオタク向けなグッズをいっぱい出そうかなと、小物系ね、思ってるよ。手帳型の iPhone ケース作ってほしいです。俺手帳型多分作んないな。なんかやっぱ大前提として俺が作りたいものっていうのがあるから、俺手帳型の iPhone ケース好きじゃないんだよ、ね、なんかパカッて一回開くのがあんま時間かかるなっていう。でもなんかあの写真撮るときに上にキュッて上げるのはなんかかっこいいなって思うけどね、 iPhone の、 あの iPhone じゃない手帳型ケースだし、手帳型作ったらまあそれ作るだけでいいから、あの在庫もなんか抱えたりしないし、なんか Android の人も喜ぶなっていうのはあるんだけど、手帳はちょっと手帳じゃないなって思っちゃった、ごめんね。 iPhone ケースの金のところって外せますか？金のところ外すことはできると思うけど、穴開いてる、穴開いちゃうよ。穴開いてもいいなら作ると思う、外せると思う。ちっちゃい穴が開いてる、工具でギュッて止めてるだけ。穴開いていいならどうぞ。インスタ映えするグッズ出してほしい。インスタ映えするかどうかは誰が撮るかどうかだと思ってるからな。俺は今回のグッズもインスタ映えするっちゃすると思ってるよ。靴下のサイズ、いや靴下のサイズはなんかそのなんだろう、結構さカバー範囲結構靴下ってであって、女性向けのなんか20何センチから25までいけますみたいなやつと、男性向けのなんか25から27、8ぐらいまでみたいなのを女性向けのやつにやってるから、詳しいサイズはあれなんだけど、ほぼほぼ対応できると思うよ、みんなの足。俺入るしな。6000円って送料入る？入らないっす。もともと6000円になったら送料は無料になるから、そうそうそう無料になるんだよね。ちなみに靴下は男の俺でも入ったから、基本入るんじゃん。成瀬の足何センチ？え？ボーリングの時は 25.5 なんだよね。え、俺ボーリングの時 25.5 だよ。いや、それ 25.5 じゃないでしょ。え？もしかしてさ、ピッタで入るのが 25.5 なの人ってさ 25.5 なの？なんかさ足の先にさ、なんかさ気持ち、なんかさ飴玉1個分ぐらい開けない？開かんない？開かない？開けるよね。じゃあ26.5 とか 26.5 とかですよ、私それでやったら。じゃあ25かって、お前引き算しか知らんのか。いや違う違う違う、おいマジ切れちゃうよ、違うって。だから、ね、25.5 で俺ピッタなの、もう先になんもないですって。ボーリングはそのそこのディティール大事だから、足にどんだけ力を伝達できるかだから、床に。だからそこはピッタで行きたいの。 5.5 が俺ピッタなので、普通のサイズで言ったら 6.5 なので、ちょい盛りして背伸びして7なの。7、足のサイズ28です。じゃあ俺え、みんなボーリングの時サイズいくつよ？
え、ちっちゃい。あ、ちっちゃいちっちゃい。え、23とかなんや。かわいいね。俺 25.5。 ピッタ、あ、ピッタ。え、でも女性だったら22とかなんかな、平均。ちなみに俺ボーリング全然うまないって。男で 25.5 違うんだよ。お前だ、本当に分かってない。だからピッタでサイズ測れって言われたらそうなるよ。全員みんな背伸びしてんやって、マジで。男、今度みんな男と話す気があったら全員に話そう。みんなあれすんなよって、調子なんだよって言っとくわ。おい、お前ら本当は25だろって、俺よりちっちゃいんやろって。ねえねえねえ、てかさ、あと15分で販売開始なんだけどさ、いけるいける、大丈夫、5分前ぐらいに終わろっか、いける、戦い始まる、頑張れ。いや、てか本当にね、みんなのおかげでね、その新しい靴これ作ろうとかのさ、予算とかがさ、めちゃめちゃあるって。すごい、今回のスマホケースもさ、あんだけ料金を抑えれたけどさ、そもそもあの 元手がゼロだったから無理だったことだからさ、ありがとうございます。先に返してください。で、お茶もありがとうございます。本当にありがとうございますいや、なんかさ、あのさ、パジャマとかもさ、普通に買おうとしたらさ、違う、普通にグッズを作る側からしたらさ、あれ多分ね、8000から1万円ぐらい取るやつなのよ、原価的に。でも着てほしい、着てほしい俺は。でもその若い子たちのさ、諭吉一人ってさ無理やん、稼ぐのって大変やからさ、なるべくな、来てくれ。なるべくこれでも抑えたつもりですけど、そう、最初は6000で出してあげたかったんだけど、もう500円もらわないとダメですねみたいになっちゃったから、そこは申し訳ないけどツイッターの大福屋さんの URL から飛べますか？うん、俺が固定してる URL から飛べます。で、俺の公式 LINE。俺の公式 LINE をみんなが見てくれたら、幸せになれるかもね。ちゃんと送ります。先、みんなにだけ流すか。音流れるかもだからさ、耳閉じといて。一応ね。大福、なんかないんだけど、なんでないの、なんでないの、こういう時に限ってなんかさ、みんないろんな人がやってるやつ俺も作ったからさ、見てよ。今さっき作ったピクチャーに入れたので、ピクチャーのこれだ、これだ、これ。うるさい。作った。ほら、これ LINE で流すわ。わかりやすいっしょ。おお、そうそう、ジフみたいな感じで。なんか LINE はジフ対応してないっぽいからさ、公式だと。MP4 で作ったわ。わかりやすいっしょ。はい、できました。あ、これ一回流したら止まるんや。無限再生編するしかないな。
モデルさんかわいい。そう、この方ダコタローズさんという方で、アメリカ出身の方で、なんかポップティーンとかのさモデルさんもやってた方みたいで、お願いしてっ、昔この子に憧れてました。あ、いいじゃん、かいな、懐かしい。そう、なんかさ、なんだろう、なんかさ、こういうさモデル系でさ、なんかその女性のさ、あの物を売るときってさ、女性のモデルさんが一番ベストじゃん。でもさ、なんかさ、あの、なんだろう、なんて言うんだろう、こうガチャガチャ俺言われたくないからさ、もう一番すごいとこ行ったわガチャガチャ言われないためにいちゃんあの、あ、素敵ですねでもうみんなを黙らせられるやつにしたわ。俺一応あの社交でさ、危険予測ディスカッションっていうのやってるからさ、危険予測ディスカッションのプレデターなんだよね何せも大変だなとか言って、でもさ 99.9% が何も思わなくてもさ、一応たくさんの人に見てもらってるからさ、 0.01% の人も嫌な気持ちにならない方がいいのかなって思って、危険予測ディスカッションさせていただいたわ。あと10分、はい、ナス、ぼちぼちですかね。いやー、てかさ、シュッさ、なんかさ、CR カップってあるじゃん。俺前、あ、CR カップ優勝させていただいた第4回は見出しなんですけども、次回の CR カップが、告知されたようで、あ、4位です。すいません、4位です。まだわかんないけど、結構さ、なんかさ、俺さ、前4位さんだったからなのかわかんないけどさ、俺さ、いや、わかんないよ、わかんないんだけど、ちょっとモテてんだよね、俺うちモテてんだよね、どうしようって、モテてる、なんせ初めてかもしんない、モテてる、あれかもしんない、でもさ、あれかもしんない、ナルセっていう人間目当てじゃなくて、ジブラルタル6ポイント、6ポイントになったの俺、ジブラルタル6ポイントって体目当てかもしんない、俺もしかしたら体目当てだわ多分やりもくだから、まあ、そこもね、一応危険予測ディスカッションしないといけないね、でもね、本当にお誘いいただいた質問、もう本当に誘われたらでよかなと思います。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。さあ、残り8分で始まるかなと思います。それではね、前向きに検討しよう。今流れてるけどめっちゃ可愛いな、このグッズたち。なんか前回までさ、前日に告知してさ、今回あれでしたけど、あんまりなんか1日空けてスタートみたいにしてたけど、今回2時間で決めさせるっていう、ちょっと酷なことをさせてしまったけど、スケジュール上ちょっと大変申し訳ない。ちょっとなるべく早めに告知しないと、みんなにお届けするのがちょっと1日2日遅れるからね。大丈夫です、ありがとうございます。じゃあ、とりあえずこの
あれは消しますね。かわいいなこれ。みんながみんなこうね、いろんなグッズ作ってみたいな感じでこう言ってくれた中で、こうスマホケースがもうめちゃくちゃ多くてさ、作らせてもらいました。でその後のやつもちゃんと拾って今ボロボロサンプルとか出してもらってるところなんで、今なんで私一人の個人のあれでやってるので、そんなに早く他の人たちみたいにさバーっていろんなスタッフさんがついてみたいなじゃないから遅いかと思うけど、しっかり自分で産んだ我が子たちをね大切にしたいと思うんで、今後ともお付き合いいただければなと思います。ちょマジトートバッグさもういっぱいもらってな本当に。もうツイキャス、それこそここで俺配信しなかったらトートバッグなんてつけられなかったから、いっぱいもらってな。来てくれてもうお茶なんてまだ投げたことないよっていう人もお茶くれたお姉さん方にありがとうって言いながらもう かっさらっていいから、普通に関係ないから、俺が好きに使うって言ってるから。あざすって言ってもう全部取っていい、大丈夫だから好きにそこはしてください、あざすって。ということで、残り5分になりましたので質疑応答タイム終わりにさせていただきます。ありがとうございます。ということで、今日はてかお茶もらっちゃったな、申し訳ないです、ありがとうございます。あ違うわ、ダメだ、俺スーパーチャット読もうとしたんだったわ、さっきの配信のやつ。どうしよう、あと5分なんだけど、困っちゃった。ちょまた今度でもいい、ちょ無理でしょあと5分、お前らこれ聞きながら無理っしょ、また今度にしよう。そうだね、いただいた方もすいません、なんかいつものノリでポッて切っちゃった、申し訳ないっす。ということで、5分後集合しましょう。ありがとうございます、失礼します。今ね大福屋飛んでみ多分閉まってんだよ、閉めていただいてたよ今寝台を入れ替えしてるパチンコ屋みたいな感じで、夜の間8時、F5 アタックしてみてください。サイト落ちたら知らん、すまん、それは俺じゃない、それは悪いな。お疲れ様でした、失礼します、また夜かどっかでお会いしましょう。